はい、背番号4番ディフェンダー飯田正樹、はい、背番号21ディフェンダー飯尾和也、はい、背番号16ディフェンダーセット博士、はい、背番号27ミッドフィルダー大橋正弘、はい、背番号7ミッドフィルダー北村隆二、はい、背番号5ミッドフィルダー小松健太、はい、背番号17ミッドフィルダー佐藤美健、はい、背番号33フォワード木島亮介、はい、背番号13フォワード木島哲也、はい、膝の上です。背番号21ゴールキーパー山本剛、はい、背番号23ディフェンダー田原敦子、はい、背番号8ミッドフィルダー鶴巻健人、はい、背番号20ミッドフィルダー須藤祐介、はい、背番号30ミッドフィルダー渡辺文美、はい、背番号11フォワード片山真子、はい、背番号32フォワード船山隆之、はい、監督加藤義行、はい、以上松本山が鉄棒に勝つのメンバーでした。松本山が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 背番号21ゴールキーパー飯倉浩樹、背番号13ディフェンダー小林隆三、背番号4ディフェンダー栗原雄三、背番号22ディフェンダー中澤裕二、背番号24ディフェンダー金井隆、背番号6ミッドフィルダー小倉翔平、背番号7ミッドフィルダー兵藤慎吾、背番号25ミッドフィルダー中村俊輔、背番号ミッドフィルダー長谷川アーリアジャズール、背番号10フォワード小野裕二、背番号9フォワード渡辺和真、リザーブの選手です。背番号1ゴールキーパー榎本哲也、背番号26ディフェンダー青山直樹、背番号2ディフェンダー天野隆、背番号29ミッドフィルダー谷口博之、背番号23ミッドフィルダー松本翔、背番号19ミッドフィルダー森田健太郎、背番号18ミッドフィルダー
第4の審判員、青山健太氏の4子審判